どうも皆さん、パーソナリティの工藤です。工藤ズレイディオ第49回目の放送です。この番組はアニメ、ゲーム、漫画、音楽、声優、ポッドキャストを中心に私の大好きなこと、気になっていることについてご紹介していく総合エンタメ番組です。今回は私の働き方実験、自分の声で稼げるのかのマンスリーレポートパート3をやっていきます。まあ、いきなりね、マンスリーレポートとか、名前つけてね、カッコつけて言っちゃってますけど、先々月、そして先月からね、やっている1ヶ月ごとの、まあ、実験の報告になります。先々月や先月の実験報告に関しては、まあ、クドラジの第19回と、第35回を、参照してみてください。もしね、実験そのものが知りたいっていう方は、まあ、クドラジの第10回を参照してみてください。で、報告内容はこれまでやってきたのと同じように、ノート、スタンド FM、アンカー、そして先月から始めた Google ポッドキャストマネージャーの数値を発表していきます。そして、9月から新しく始めたこともね、たくさんあるので、そのことについてもお話ししていきます。声で稼げるかのね、実験始めて今月で3ヶ月目になるんですけど、新しく始めたこともあればね、これまでやってきたことを少し見直してみたっていうこともありました。私の働き方実験の、まあ、記録っていう意味合いもあるんですけど、まあ、これからねポッドキャストをやってみたいなとか考えてる方の参考になればいいかなというふうに思っております。ちなみに集計期間は、まあ、特に私の方で指摘がなければ8月27日から9月26日になっております。まあ、結構ね長い話になりそうなので、まあ、ゆっくり聞いていってほしいなと思います。それでは早速始めていきましょう。本日もよろしくお願いします。この番組はフリー BGM ムズムズと声フォントスタジオの提供でお送りします。改めましてパーソナリティの工藤です。ではまず今回のオープニング曲を聴いてもらいましょう。テレビアニメゴールデンカムイ第2期オープニングテーマ、さゆり&マイファーストストーリーで黎明。それでは早速具体的な数値を発表していきます。ではまずノートからいきましょう。ノートの全体ビュー数は385、コメント数は0、好きされた数は23になりました。先月の数値が全体ビュー数433、コメント数がまあ0、好きされた数が41なので、まあ全体的に大きく下がってしまったっていう感じになりますね。まあ、ただこれに関しては、まあ、理由はね、まあ、おおよそ分かっております。これまでノートで投稿していたポッドキャストの台本をノートにね投稿しなくなったからです。別に台本の公開自体をやめたわけではなくて、9月からね立ち上げたクドラジのね公式ウェブサイトの方に投稿するようになったんですよね。なのでクドラジの台本を見たい方や文章でね楽しみたいっていう方はクドラジの公式ウェブサイトの方を訪ねてみてください。それで今後のねノートの使い方に関してなんですが、今後は音声のみ公開していこうと思っております。まあ、つまり他のポッドキャストのプラットフォームと同じようにまあ利用していく感じになりますね。また個人的にはノートはポッドキャストのネタ探しに使わせてもらったりしてるんですよね。ノートって常に何かしらのテーマに関して作品を募集するコンテストのようなものが行われているんですけど、あれがね結構ポッドキャスト のネタに困った時に助かったりするんですよね。最近で言うと Spotify とコラボした好きな3曲を熱く語るとかね、なんかその辺応募しようかなっていうふうに考えています。楽しみにしていてください。
続いてスタンド FM の数値を発表していきます。総再生回数が285回、コメント数が8、いいねされた数が96になっています。でこれを先々月と先月のデータを用いて今月の数値を割り出すと、総再生回数が56回、コメント数が0、いいねされた数が24になります。オープニングトークでも言ったんですけど、先々月や、先月の細かい数字がね、気になる方はクドラジの第19回と第35回を参照してみてください。いいね数はね、先月とそんなに変わってないので、ともかくとして、総再生回数は大きく減りましたね。言ってしまえば先々月や先月の半分も再生されてないんですよね。この数値見てね、結構困りましたよね、本当に。もともとスタンド FM は再生回数少なくて、最近ね、若干モチベーション下がっていたんですけど、かなり痛い追い打ちをかけてきてますよね、スタンド FM は。やっぱり配信スタイルが合わないんでしょうかね。前にも言ったかもしれないんですけど、スタンド FM って短いトークをたくさん投稿するスタイルの方が、なんか私個人的に多いような感じがするんですよね。でしかも私はライブ配信も一切やっていないので、あんまりスタンド FM の機能を活かせていないような気がしています。あとノートやスタンド FM に関しては、Twitter や Facebook で拡散をあんまりしていないので、プラットフォーム外の方が聞いてくれることはあんまりないかなと思うんですよね。なのでそれぞれのノートだったりスタンド FM のプラットフォーム内のコミュニティをうまく活用しないと再生されないっていうのは自分でも分かっているんですよ。スタンド FM に関してはその辺のね、コミュニティ活動がうまくできてないな、できてないってことですかね、やっぱり。はい、では次のアンカーの発表に行く前にここで一曲聴いてもらいましょう。映画打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、主題歌ダオコ&米津玄師で打ち上げ花火。では続いてアンカーの発表に行きます。アンカーの総再生回数は478回、推定される視聴者数は4、ユニークリスナーが66になりました。ちなみに推定される視聴者数というのは、過去30日間で各エピソードが平均してどれくらい再生されているのかを表したものになります。ユニークリスナーっていうのは、過去1週間で再生された数を IP アドレスごとに割り出したものになります。先月までの総再生回数が139回だったので、差し引くと今月の再生回数は339回になります。すごいですよね。ここに来てアンカーが一気に伸びましたね。といってもこれは Amazon Music だったり Apple Podcast、Spotify なんかの全てのね、プラットフォームの合計値ではあるんですけど、それでもやっぱり嬉しいは嬉しいですね。それで再生回数もなんですけど、他にもね、アンカーはこの1ヶ月で大きく動きがあったんですよね。まず視聴者の住んでいる地域の割合ですね。これまでは日本の方に多く視聴していただいていたんですけど、今月に入ってからアメリカからね、聞いてくれている方が大きく増えました。パーセンテージで言うと、先月の日本は 88% になっていたんですけど、今月は 79% まで下がりました。代わりにアメリカが 16% というふうに今大きく増えたんですよね。で以前海外の視聴者を意識することが大事なんじゃないかなってことを少し言ったかと思うんですけど、
あれ以来ね、ハッシュタグに日本語を、英訳したものも入れるようにちょっと工夫していたので、まあ、個人的にねアメリカの視聴者数が増えたのは、まあ、すごい嬉しいですね。あとこれね直接ちょっと関係あるかちょっと分かんないんですけど、ツイッターで、ジャンナ・シモンさんっていう方に、フォローされたんですよね。私は、存じ上げなかったんですけど、ちょっと調べてみたところ、どうやらアメリカの女優さんみたいなんですよね。でツイッター見てみると Now Streaming on Prime Video っていうふうに、あるので、もしかすると Amazon プライムビデオで、配信されている映画に、出演されている方なんですかね。すみません、その辺全然詳しくないので、もしねジャンナ・シモンさんという方に、詳しい方がいましたら、ぜひ教えてくださると嬉しいです。はい、ちょっとまたアンカーの話に戻りますね。で、クドラジを聞いてくれているプラットフォームの、割合にも、動きがありました。依然としてね、Amazon Music が5割近い割合を占めてはいるんですけど、まあ、これまでランク外だった Apple Podcast が大きく割合を伸ばしました。これまではね、Spotify と Web ブラウザが Amazon Music に次いで2位を競い合う感じになっていたんですけど、そこにね Apple Podcast が割り込んできて、今は Spotify と Web ブラウザと同じくらいの割合を占めております。まあね、公式サイトでも、Amazon Music、Apple Podcast、Spotify で聞くことをね結構推しているので、まあ、当然の流れかなというふうには感じています。まあ、個人的には音楽もね一緒に楽しめる Spotify がねおすすめだったりはするんですけどね。はい。そして、Spotify のプラットフォームで聞いてくれている、まあ、ユーザー限定のデータにはなるんですけど、視聴者の性別割合と年齢層についてです。性別割合は男性が 86%、 女性が 8% で、不明が 6% で、ノンバイナリー、これはどちらにも当てはまらないというものですね、が 0% というふうになっています。そして年齢層は、0から17歳が、13%、 18歳から22歳が 6%、23歳から27歳が 24%、 28歳から34歳が 2%、 35歳から44歳が 48%、 45歳から59歳が 3%、 そして最後に60歳以上は 0% というふうになりました。まあ、つまりこれらのデータから分かるのは、クドラジのリスナーさんは現状私と同年代か、もしくはそれ以上の年代の男性が多いことが分かります。もっとね女性に聞いてもらいたいところではあるんですけど、私女性が聞いてくれそうな話題っていうのが全然分からないんですよね。なのでもしねこのクドラジを聞いてくれている女性の方いましたら、あなたはクドラジではかなり貴重な存在になります。今後ねクドラジの女性リスナーを増やすために、こんな企画してみたらどうかとか、こういった話題が、女性に好まれますよみたいなアドバイスをねいただけると、非常に嬉しいです。クドラジのね公式サイトのお便りボックスから気軽に送ってみてください。はい、ではね、次の話に行く前にここでね一曲聴いてもらいましょう。バンプオブチキン&初音ミクでレイ。続きまして Google ポッドキャストマネージャーの数値を発表していきます。まず再生回数が60回、再生された時間は117分、新規チャンネル登録者が0というふうになりました。ちなみにこれらのデータは、
8月29日から9月26日の28日間のデータを元にしています。そして Google ポッドキャストマネージャーで一番重要な検索キーワードとどれだけクリックされたかについてですね。まず Google 検索に表示された回数が711回、そしてクリックされた数が4回よってクリック率が 0.6% という結果になりました。続いて上位の検索ワードです。で、上位の検索ワードは相変わらず、Amazon 関連強いですね。 Amazon Music とか、Amazon Music Podcast とかが、結構、並んでいますね。ただ今月から新しく、ポッドキャスト収益化とかポッドキャスト収益みたいな検索ワードで調べる方が、結構多くなっております。やっぱりね、皆さんその辺のお金事情っていうのが気になってるのかなというふうに感じています。クドラジのね、第46回でも Spotify の収益化についてお話ししたんですけど、やっぱりポッドキャストによる収益化の流れがね、今来ているってことなんですかね。検索されやすいというだけじゃなくて、個人的にもね、かなり収益化は気になる話題なので、今後もねクドラジはポッドキャストによる収益化の情報を追っていきますので、気になる方はねクドラジをフォローしていただけると嬉しいです。続いて検索数の多いエピソードですね。で、これも前回に引き続きトップはね第13回の Amazon Music でポッドキャストを配信する方法の回になってます。次いで2位が先ほども話した第46回の Spotify の収益化の回が来ています。で、それ以降はアニメの回だったり、結構ねまばらな感じになっていました。で、実は1位の Amazon Music でポッドキャストを配信する方法と2位の Spotify の収益化の回は、検索数にねそんな差がないんですよね。なので Amazon 系の話題と、ポッドキャストのお金の話題っていうのが、なんか結構聞かれやすいのかなっていうふうに感じました。なので今後は Amazon 系の話題とポッドキャストのお金の話題をね少し意識してやってみようかなっていうふうに考えています。はい、というわけで、ここで具体的な数値の発表は終わりになります。次の話にね行く前にまたね一曲聴いてもらいましょう。テレビアニメ機動新世紀ガンダム X オープニングテーマロマンティックモードでドリームス。ここからは9月から新しく始めたことを発表していきます。まず一番大きいのはやはり公式ウェブサイトを立ち上げたことですね。クドラジで、お知らせしたり、Twitter や Facebook にも、リンク貼ったりしているんですけど、クドラジの公式ウェブサイトを、9月の頭くらいから、運営しております。一応ね Google Analytics も設定していて、今も数値は出ているんですけど、まだね立ち上げてから1ヶ月も経ってなくて大した数値が取れていないので、今回はねまだ発表しなくてもいいかなっていうふうに思っております。まだね Google AdSense の審査落ちたりとか ASP の審査とかいろいろやらないといけないことがあるので、その辺がね落ち着いてからでもいいのかなと思っております。続いて9月からは、Facebook も開始しました。これもね第38回で発表しているんですけど、新しくビジネスアカウントを使って Facebook ページを作成しました。投稿内容はね、Twitter とほぼ同じなんですけど、Facebook には、グループっていう機能があるので、それを有効活用して Twitter ではできない、アプローチができるんじゃないかなというふうに模索している最中でございます。現状ねまだどこのグループにも属していないので、今後はクドラジとしてグループに積極的に参加して、
クドラジの知名度をどんどん上げていけたらなというふうに思っております。あと、9月に入って人生初の経験っていうのを2つさせてもらいました。一つは人生初の FM ラジオに、ゲスト出演することになりました。池袋 FM の朝宮幸喜のミュージックボックスという番組で、パーソナリティの朝宮さんという方と、ツイッターで交流したことがきっかけでゲスト出演させてもらったことになったわけです。実はね、もう収録は終えていて、私がゲスト出演するのは10月10日と10月17日の配信会になります。夜の10時から池袋 FM のサイトから聞くことができるので、ぜひね聞いていただけると嬉しいです。質問形式の形になっていて、私がポッドキャストを始めた経緯なんかについていろいろお話しさせてもらいました。まあね、初めての、FM ラジオってことで、もうめちゃくちゃ私緊張していて、噛みまくりの工藤の話を聞くことができます。配信日がね、近くなったらまたお知らせするつもりなんで、楽しみにしていてください。そしてもう一つの人生初の経験は、取材を受けたことです。私の働き方実験、声で稼げるのかについて、取材を受けました。まあ、といってもね、今回の取材っていうのはランサーズのブートキャンプの取材ライターを目指す方の取材を受けてくれる方の募集に対して私自ら立候補した形になります。なのでメディアからね、取材を受けるほど有名になったとか、まあ、そういうわけではないので、はい。でこちらに関してもまだ公開されておりませんので、公開されたらね、私の方でもお知らせしたいと思います。一応ね、10月の中旬くらいに新しい働き方ラボの公式の、ノートにて掲載されますので、楽しみにお待ちください。はい、というわけで、9月のマンスリーレポートと新しく始めたことについてお話ししてみました。本当にね、9月もいろいろなことに挑戦しましたし、たくさんのね人に協力していただいて、人生初のね経験もさせてもらいました。私の働き方実験自体はまあ11月で終わってしまうんですけど、まあ10月以降もね、気を抜かずにたくさん挑戦していきたいなというふうに思っております。10月はね、中間報告会だったり、まあ、ノートフェスなんかもあったりするので、また何かね、面白いことできるんじゃないかとワクワクしております。以上、働き方実験マンスリーレポートパート3でした。それでは最後に一曲聴いてもらいましょう。劇場版名探偵コナン、からくれないのラブレター、主題歌。倉木舞で、渡月橋、君思う。クドーズレイディオエンディングのお時間です。クドーズレイディオでは皆様からのお便りを大募集しております。意見、感想、質問、アドバイス、何でもいいので送っていただけると嬉しいです。またクドーズレイディオでは公式ウェブサイト、ツイッター、フェイスブックを運営しております。クドーズレイディオもしくはクドラジで検索してみてください。番組公式ハッシュタグは、クドラジもしくは KQDORADI クドラジです。今回の放送いかがだったでしょうか。今回は働き方実験マンスリーレポートパート3をやってみました。9月もね、なんとか配信を続けてくることができました。まあまだね、声で稼ぐことはできていないんですけど、まあウェブサイトを立ち上げたりとか、まあ Spotify の収益化について調べたりとか、個人的にね、まあ、なんとか稼げるようにね、あがいている最中でございます。まあ、最近ではね、Amazon Music の収益化に乗り出したりもしてるんですよ。まあ、詳しいことはね、今後のクドラジでお話ししようと思ってるんですけど、まあ、働き方実験がね、終わる11月までに、まあ、稼げるようになるのかどうかは、まあ、かなり微妙なところなんですけど、
うん、まあ諦めずにコツコツやっていきたいなというふうに思っております。で、次回はついに、クドラジ50回目になります。目標にしている100回配信の折り返し地点でもあるので、ぜひね皆さんに聞いていただきたいです。まあ、ただね、あの10月はもしかしたら配信回数少なくなるかもしれないんですよね。というのも9月30日に、私がめちゃくちゃ大好きなゲームの奇跡シリーズ最新作英雄伝説黒の奇跡が発売されます。なのでちょっとね、あのそちらを遊んでいきたいなと思ってるんですよね。はい。ポッドキャストのね配信はもちろん続けていくつもりなんですけど、まあ、ちょこちょこねあの休みを挟みつつ、まあ、ゲームもね、まあ、楽しみたいなというふうに思っているので、まあ、どうか多めに見ていただけると嬉しいです。まあ、そういえばあのテイルズ・オブ・アライズも、まあ、やらないといけないですよね。はい、というわけで本日の放送はここまで。それでは皆さん次回の放送でまたお会いしましょう。お相手は工藤でした。バイバイ。この番組はフリー BGM むずむずと声フォントスタジオの提供でお送りしました。